上原忠春は、日本の実業家、外交官。東京海上ホールディングス海外事業企画部担当、常務を経て、2017年6月22日から2020年12月18日に、かけて中常寺や特命全県大使、東京都台東区出身。1979年、一橋大学経済学部を卒業し、東京海上火災保険株式会社に入社。 2004年株式会社、ミレアホールディングス経営企画部長、2007年株式会社ミレアホールディングス海外事業企画部長、2008年、東京会場、日動火災保険株式会社欧州、アフリカ、中東担当部長兼ロンドン主席駐在員、2009年、東京会場、日動火災保険株式会社理事欧州、 アフリカ、中東担当部長兼ロンドン主席駐在員、2011年、東京会場、日動火災保険株式会社執行役員をは、中東担当部長兼ロンドン主席駐在員、2012年、東京会場ホールディングス株式、会社常務執行役員、オセアニア、中東、2015年顧問、独立行政法人日本貿易保険理事、 2017年6月22日、ジョージア中札特命全権大使。この間2013年には、公益社団法人経済同友会中国委員会、副委員長として法中ミッション副団長を務め、東華戦らと面会した。2020年12月18日、ジョージア中札特命全権大使を依願退職。同月東京会場、日動火災保険株式会社顧問。 二千二十一年三月東京大岡工業株式会社監査役。独立行政法人日本貿易保険二千十五年度事業報告書。ギリシャ大使に清水氏。日本経済新聞日経ネット二千十七年六月二十日閲覧。独立行政法人日本貿易保険東京会場。経済交流の促進で戦略的互恵関係の再構築の糸口に 公益社団法人経済同友会人事、外務省毎日新聞有価証券報告書事業、年度時2020年1月1日至り2020年12月31日、東京大岡工業。ありがとうございます。